青いエアメールがポストに落ちたわ。雨が染みぬうちに急いで取りに行くわ。傘を頬で押さえ待ちきれず開くと癖のある文字が切なすぎて歩けない。時折届いたこんな知らせさえ、やがては途絶えてしまうのかしら。けれどあなたがずっと好きだわ。時の流れに負けないの。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。